けど。いきます。これ笑ってるとこ映ってるでしょ。笑わないでもらっていいですか。時刻は11時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。この時間はトップインタビューのお時間です。今日ですね、なんと収録放送でお届けしていきたいと思います。現在何かの壁にぶち当たっている人、また転職を考えている人、やりたいことが見つからないなど、そんな悩みがある方に聞いてほしい番組、それがこのトップインタビューとなっております。毎週ですね、さまざまな職業の方や頑張っている方をお呼びして、今の職業に就くまでの経緯、仕事内容などをインタビュー形式で聞いてみようという番組になっておりますね。そしてこの番組では、今日はまあ収録放送なのでないんですけれども、メール、メッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com。 また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから直接見ることができますので、そちらからもお楽しみください。このトップインタビュー、ギノワン、ちょっと、この番組はギノワンヒルズ通りにあります FM ギノワンのスタジオから生放送じゃなくて、今日は収録放送で11時30分までお送りいたします。 CM の後は早速ゲストさんをご紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM です。曲？え？曲何にする？曲、じゃあ君せよ、終わるまで。終わるまで？うん、あ、いつ流れるか、終わってから流れるやつ。後で入れるから編集。ああ。じゃあ始めます。はい。はい、ということで早速ゲストさんご紹介していきたいと思います。はい、まずは自己紹介お願いいたします。名前からでいいですか？年齢とかもですか？じゃあ名前も年齢も、はい、24歳、宮古島出身のイラミナ翔と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イラミナさん、はい、番組ね、うちで実はねやってもらってるんですけれども、番組のじゃあ宣伝もちょっとしてもらいましょうかね。毎週月曜日の21時夜9時から10時まで1時間、初めて君と喋ったっていう番組を友達のマーボーと一緒にやってます。はい、そちらもよければ見てください。はい、はい、実は私も一緒にちょっとだけそうちょっとやったんだよな。はい、まあ、私がいなくなったら多分寂しいと思うんですけれども、はい、なんかうまくやってるけどと言っちゃうんですね。はい、まあ、そんな感じで、じゃあイラミナさん、はい、イラミナさん今どんなご職業をしているんでしょうか？職業は今大きく2つありまして、今は地元が宮古島なんですけど、はい、宮古島の方で民宿の経営と、うん、あとなんかアパレル洋服をオリジナルブランドを作ってやってるって感じです。この民宿っていうのはちなみにどういった感じの？はい、一応古民家を改装してるものなんですけど、はい、まあ、古民家一棟貸しで、レンタカー、はい、はい、でレンタカーとかも全部ついて、空港までの送迎とかバーベキューセットの貸し出しとかがあるような感じの、まあ、古民家を改装した民宿ですね。一棟貸しってね、珍しいですよね。そうですね、一日一組しか借りれないんで、誰かと被ることもないですし。あ、じゃあもう周りも気にしなくていいし。全然問題ないです。これじゃあ私子供いるんですけど、子連れとかも全然 OK なんですか？はい、あ、全然問題です。子供は18歳以下のお子さんはもう全部無料にしてるので18歳以下ですか？そうそうそう、結構幅がね、子供からさすがにお金取れないなと思って。18歳をこう子供に、いやもう18歳は子供ですよ、 親と来たら。あ、そう、ちなみに親と来るのが一応条件なんですけど、はい、最近いろいろ考えてそれもなくそうかなと思って、子供だったらもうタダにしようかなと思ってるぐらいです子供だけで泊まりに来てもいいかなと思って。
いや、なんか子供からお金ってやっぱ取ったらダメだなと思ったんで、そういう感じですね。どういう感じですか？子供、大人が子供からお金を取ってはいけないっていう感じで、じゃあ俺はと思っただけです。これ民宿のお名前が、一泊屋、一泊目です、ね、一泊目宮古島民宿一泊目です、うん、そしてこのまたアパレルブランドはどういった感じの、はい、アパレルブランドは、はい、一応ルート390っていうブランドなんですけど、はい、それは宮古島走ってる国道390号線を、これどこにありますか？ちなみに私分かんないんですけど、民宿から近いんですけど、なんて すればいいんだろうな。もうグスクベの方も走って、市内の方も走って、パイナガマら辺まで、はあ、パイナガマとか言っても分 からないでしょうね。まあ調べれば出ます。はい、そこをイメージした。そうですね、うん、それもたまたまなんか友達と落書きして書いて作ってみるかみたいので、なんか決まっていて、今はまだ続いてるって感じです。ほうほうほう。じゃあこのね、今お一人で、今一人スタッフが宮古島にいて、うん、自分は沖縄に住んでるんですけど、はい、沖縄にいます。あ、宮古にいます、すいません。スタッフが2人でやってる感じですね、はい、じゃあこれの立ち上げの経緯などをですね、これから聞いていきたいんですけれども、はい、今ちなみに25歳。そうですね、24で、もう立ち上げた、あと1週間後ぐらいで25ぐらいになります。ほうほうほう。これ、立ち上げたのはいつ頃ですか？民宿自体がオープンしたのは7月なんですけど、はい、去年の7月です、はい、なんでまだ1年経ってないんですけど、実際改装とかを全部自分たちでできるところはやろうってことでやって、作業始まったのが大体1月ぐらいです、去年の、うんうん、今年の、うん、去年の1月なんで、なんだかんだ半年ぐらい作業して7月に出来上がったって感じです。これなぜこの民宿をやろうと思ったんですか？なんか宮古島で仕事したかったのと、よく東京にずっと住んでたんですけど、はい、なんか泊まるとこどことかいろいろ聞かれたり、確かに聞かれますよね、うん、なんかよく宮古に実家があるからホテルとかも泊まったことないし、どこのホテルがいいのかなって、ね、そうでリゾートホテル高いし、高いんでどうしようかな、全然わかんないなって言ってて、でその中でこのまあいろいろ自分なりに調べて、まあ宮古島がどんどん SNS で人気になってきたっていうのもあったんですけど、空き家問題とかも結構あるんで、うんうんうん、まあ、それも全国であるんですけど、宮古でもどんどん田舎とかは人がいなくなってるみたいなのを聞いて、確かに、でそれをずっとやりたいなと思って、この一棟貸しっていうスタイルと家族向けっていうのがやっぱりやりたかったんで、うん、家族とか一棟、うん、そういう感じので、ずっと喋ってて、民宿やりたい、誰か家空いてないとか、うんうん、たまたま今の持ち主さんとつながることができて、もうすぐ始めたって感じです。あ、いいよみたいな感じで、いやもう東京で話になって、はい、あ、OK、じゃあ今から見に行きますって言って、2日後ぐらいに宮古帰って、はい、もうすぐ決め、もう、ま、迷わしたら終わりだなと思って、もうそれで決めました。あ、じゃあこのアパレルブランドは、ちなみにアパレルの方はルーツ390ってやつは、これはいつ頃からまた、これは結構な2年ぐらいも経つんですけど、仕事、はい、ん2年3年ぐらい経つのかな。これはもう本当に落書きみたいにしてて、友達と東京で雨の日か休みの日家にいて暇だなってなって、それでたまたまなんか一回友達だけで作ってみるかってなって、洋服作ろう、なります、落書きから洋服作ろうかって、一回作って俺らだけでつけれる洋服みたいな、友達仲間内だけでつけてみるかっていうのを、あ、クラス T シャツみたいな感覚で、したらなんかたまたまそのデザイナーさんに知り合いがいたんでお願いしたら、なんか相当いいのに出来上がって、うん、俺が描いた絵とかもうなくなったんじゃないかなっていうぐらい、ないぐらいの感じで、やっぱプロってすごいなと思って、うん、それをたまたま15枚ぐらい作って、うん、なんか SNS にもう本当に原価とか無視してもう安くあるよって言ったら一瞬でなくなって、うん、したらなんか忘年会で、うん、景品に使いたいからって言われて、そしたらなんかあれこれどこで売ってるのみたいになって、あ、じゃあ一回ちょっとやってみるかってなって、いろいろ工場とか探して安く作れるようにして、そしたらたまたまこの宮古島で一番有名なステップアンっていう洋服屋があるんですけど、はい、そこになんか置いてもらうことが決まって、でなんか今はなんかいろいろ
ブリーズベイマリーナというホテルに置いてもらったり、なんかいろいろ増えてって、もう今こうなったって感じです。おお、そう。すごいです。なんか急に進んでるんですね。急に進んで、まあ一応スタッフ頑張ってたんで、うん、頑張ってくれたんでね、それのおかげだと思いますね。じゃあですね、この創業までの、まああるじゃないですか、苦労したことって、はい、何がありますか。特に苦労って本当にしてなくて、苦労っていうほど、苦労か苦労っていうよりは楽しいがまだ勝ってる状態かもしれないです。あ、だけど一応創業までの苦労ではないんですけど、今やっててやっぱ思うのは、うん、やっぱり少なからずこの毎日小さいなり大きいなりの決断を下さないといけないんで、うん、例えばこの金額でこの言われてるんだけど大丈夫かとか、この取引先と、ね、うん、とかこれぐらいかかるけどこれ今必要な設備なのかなとかやっぱり、あと毎日もうほぼ毎日仕事のこと考えてるんで、うんうん、もう24時間ほとんど、うん、だから調子考えすぎてるときは夢にも出てきて眠れなくなったりするんですけど苦労してますね。だけど全然それもなんか楽しみながら、うん、そのやっぱスタッフがいてくれてるんでなんとか頑張ってるっていう感じです、うんうん、あんまり苦労ってほど苦労はないですけど、なんか社訓って言ったら変ですけど、このスタッフに教えてることってあります？これだけは守ろうねみたいな。ああ、だけどいつも言ってるのは、あの全然ブレていいよっては言ってますけどなんかブレないっていうほどそんなにまだ大したこともしてないんで、もうちょっと大きくなってってまた 2,3 人ぐらいスタッフ抱えたらこれは頑張っていこうみたいな言うかもしれないですけど、そんなに気負いせず失敗しては別に死ぬわけじゃないっていうのは本当に言ってるんで、別にここから1000万2000万借金しても別に25歳だし返せるし、だからなんかブレてもいいよとは言ってます別に民宿以外で楽しいことがあれば相談して手を出してもいいだろうし、だって実際問題洋服やってすぐ民宿やって、次何やろうかなとか考えてるのもほとんど民宿と関係なさそうな事業もあったりするんで、今頭の中で考えてるのだと、だから別に楽しそうだなとか、なんか自分が続けれるようなやつをやってもらえればなっていうのは言ってますけど、あとあんまり縛りはしてないです。もうシフトとかもないですし。シフトがない。シフトもないです。だから朝、まあ2人なんでできると思うんですけど、多分これから多分5人とかになってもやるとは思うんですけど、朝やることを送ってもらってチェックして OK、 だからもう最近了解しか返してないかもしれないです。あ、なんかお客さんがこうなんていうんですか、予約が入れば出勤みたいな。あの、だけど毎日やっぱやることあるんで、はい、その T シャツも在庫管理もあったり、このもちろん広げていかないといけないんで、うん、その営業に行ったりとかはあるんですけど、営業はこう飛び込みで、飛び込みとかやっぱ普通に知り合いにがなんかいいねとか、まあ、毎日一応 SNS とかは更新してるんで、それ見て連絡見たよとかはあるんですけど、あんまりシフトというか決めてなくて、うん、ほぼ任せてるって言ってもおかしくないぐらいかなと思いますけど。うん、いいですね。そしてこの仕事を今やっている上で、なんかやっぱりやりがいを感じてることっていっぱいあると思うんですけど、はい、やりがいってちなみに、やりがいは、はい、どこで感じますか？やっぱりお客、まあ、お客さん買って、うん、T シャツで言うとお客さん買って、たまにやっぱりエゴサーチみたいなルート390ってタグで調べたりして、うん、じゃあ全然知らないお客さんがつけてたりとか、あー嬉しいですね。そうそうそう、とか、うん、やっぱり予約が民宿が入るん でその後ありがとうございますって言ってもらったりとか、そういったものはとか、やっぱ問い合わせが来るだけでもやっぱりまだ今のところ全然嬉しいですし、うんうん、あ、こういうの俺らみたいなとこでもそんな悪いもんではないけどなんかいっぱいある中選んでくれてありがとうございますとはいつも思ってますけど、うんうんうん、でも一等がそのところで、ね、本当にあんまりないですよね。ないですね。車も全部ついて送迎もついてっていうのはないんで、で、まあ、今から発信はしていくんですけど、まあ、インスタグラムとか、フェイスブックとかツイッターもあるんで、ぜひチェックもしてもらいたいんですけど、夏にダイビングショップとの提携が決まって、民宿の一泊目に泊まれば
ダイビングショップもそのまま予約できるっていうシステムになってて、そういうのもあるんで、なんかこの煩わしさがないというか、旅行行く時にどこ選べばいいんだろうみたいな、レンタカーも予約してダイビングショップも行ってっていうのをどんどんなくしていきたいなと思ってて、で夏からはまあいろいろ星空フォトみたいな流行ってる、夜綺麗な星空撮りに行けるみたいなパックも全部組み込んでいこうかなと思ってるんで、ちょっとそれだけチェックしておいてください最後にまたね宣伝もしていきたいんですが、そしてこの今やっていることってこの資格とかいりますか？資格で言うとあのアパレルの方は全然何もいらなくて、全く本当に私もすぐ始められる、全然もうもし本当に映画上手い人とかは絶対やった方がいいと思いますし、もうみんなやった方がいいのかなと思います。やってみてもいいかなっていうぐらい簡単ですまあもちろんその中でモデルさんの撮影したりとか、SNS 上げたりとか広めたり、そうです、毎日の努力みたいなのはやっぱやらないといけないかもしれないですけど、特に別にないですけど、民宿に関してはやっぱり営業生って旅館業とかの免許が必要になるんで、それは別にあの資格というか取らないといけない免許なんで、飲食店でいうその職員衛生の試験みたいな、そういうのの保健所に行ってとかのものがあるんで、別に何もいらないというか、じゃあスタートは興味がある感じから入っても大丈夫、やる気があれば全然何も問題ないです。楽しそうだなと思ったらやればいいと思いますいや本当にそういうレベルですこの今やってる職業に、まあ、民宿屋だったらどんな人が適してますかね？あ、だけどやっぱり、騒ぐのが好きとか友達がとか大事にしてるとか、やっぱり人と喋るのが好きとか、そういったのは、あとやっぱ掃除するんで綺麗好きな人がいいかもしれないです。ズボラな人はやっぱなんか綺麗汚いの嫌だなと思うしなんか私も全部聞いたら全部当てはまらなくてびっくりしました。あ、だからもう無理ですねもうここでラジオずっと続けてありがとうございますはい、そしてアパレルは別に適してる人もいない？適してないですもんね、俺で言ったら洋服がもともと好きとかでも、もうでもない、ないだけど洋服が逆にこの18ぐらい19ぐらいまでもから仕事始めたんですよ、普通の企業で、そしたらなんか制服しか着けなくなって、確かにスーツばっかり、スーツとか制服とか、そしたら途中ぐらいまで情熱があったんですけど、この洋服に対してなんかこのジーパン高いの買おうとか、それが一気になくなって、いざなんか休みの日に洋服やったら全然自分で選べなくなって、うわやばってなって、じゃあ一回も自分が作った T シャツだったら着けるかなと思ったっていうのもありますけど、特に本当に俺なんて向いてないようなんで、絵とかも全然描けないですし、そう、原型がだってなくなったんですよね、原型がほぼないに近い、だからもっとうまく描ける上手な絵描く人とかはやった方がいいと思いますよ。なんか普通にプリントしてくれるサービスとかあるんで、1枚とかで、なんか小座の方にありますよ、スタートアップカフェ小座っていう、なんかすごいいいとこあるんで、俺の話聞くよりそこに行った方がいいと思ういや本当にいいとこがあるんで、俺も行きたいなと思ってるとこなんで、はい、はい、そして今後のまた活動いっぱいね、今いろいろ考えてるってさっき言ってたんですけど、今後で夢ってありますか？夢展開していきたい、本当になんですけど夢は全然なくて、夢がない、はい、ないんですよ。でどうしたいっていうのもないんですけど、どうなりたいとか、本当に毎日興味があることとかこのを毎日調べてやれそうだったらやるみたいなレベルなんで、自分持論としてはあまり夢を持ちすぎない方がいいと思ってます。逆にこの若い人って、俺も若い人っていうか25ぐらいなんで、もうもっと下の後輩とかに言うんであれば、このそんな遠くのものばっかり見ると何もできなくなってしまうんで私ですいや、まあ全然いいんですけど、なんて言います、さっき言ったようにブレたりする時がやっぱあるんですよ、誰でも、そんなもやっぱり一流のサッカー選手とかすごい人たちは全然すごいと思いますけど、それ通り生きてるんで、あまりそんなカッコつけず考えすぎなくても、別に1日サボる日があっても1週間眠ってる日があっても、いいんですけど、やっぱり夢っていうのは自分が楽しいものに
楽しいと思うとか自分が情熱注げるものにを見つける方が先かなと思います。確かになんか夢これなりたいなって思っても情熱注げないやつありますよね。そうです。もう夢が夢で終わるっていう可能性がかなり多いんで。確かに私弁護士とかになりたいんですけど。ただまあなりたいんだったらやってもいいんですけど、うん、弁護士ね頑張ってって言いたいけど、はい、まあそんな感じかなと思います、うん、ああ頑張ろう、はい、今日すごい真面目なこと言ってますね。いやだからあまりさっきの最初のラジオの宣伝はいらなかった聞かない弊害になるまあねそんな感じで、はい、最後にですね多分この民宿なんかやってみたいだったり今流行ってますか。ああ流行ってる流行ってる。あれ何でしたっけあの民泊、民泊、はい、民泊みたいなのも流行ってますし民宿やりたい人もいっぱいいると思うし、はい、あとアパレルも、はい、私も服を作ってたのであいっぱいもういっぱいいるんですけど周りにもアパレルやりたい人、はい、その後輩に今からなろうかなと思ってる人たちに向けて何か一言一言まずやっぱりやってみることだと思います。何でもで小さくいつも相談を受けたら言うんですけど、うん、必ず小さく やるべきというか小さくだったらできるんですよ。この一気に T シャツ2000枚売ろうと思ったら無理なんですけど、うん、本当に5枚とかのレベルでいいと思うんで、あ最初は5枚作ってみてやるとか、まあ、T シャツで言えば、うん、で民宿で言えばこの、まあ、どうにか自分の実家でもいいですし、うん、家が空いてると、うん、だからマンションの室3万とかで借りてさっき言ったの民泊、うん、そこが民泊が OK かどうか必ず調べてほしいんですけど、うんうん、もちろんあの法的にダメなとこもあるんで、うん、本当にこのホテルやりたいとかって言っても俺も正直ホテルやりたかったんですけど、うん、そんな何億とか持ってないで誰かが持ってくるもんでもないですし、うん、一生かかって稼げるかっても無理かもしれないんでやっぱりそういう使ってない空き家とかのものに小さくスモールしていったんですけど、そういうところからやっぱ始めていくべきかなと思います、うん、何もやらないよりはとりあえず小さくでも始めてみて、うん、あとやっぱり喋っていれば賛同してくれる人も応援してくれる人もいると思うんで、まあ確かに、はい、言いにくいですもんね。このそう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 やろうかなと思ってる時これ言ってやらなかったらどうしようみたいなとか自分にやっぱりプレッシャーがかかったり、うん、自分に甘い部分があったりすると思うんで、うん、そういうのをもうバンバン言いまくる。この自分がやりたいこととか、うん、協力してもらいたい人とかこういうことやりたいですっていうのをとりあえず発信して、うん、逃げ場をなくす、逃げ場もなくす、やっぱりそうやってると仲間が増えていったり、うん、手伝ってくれる人の方が多いと思うんで、うん、それかなと思いますね。もう自分がやりたいことをしっかりと発信するっていうのと、小さくとりあえず始めてみるっていうのと、最後やっぱり何でもそうなんですけど自分が一番感じるのはやっぱ友達とか周りの人をちゃんと大事にする、うん、それさえやっていれば友達も手伝ってくれますし、もう何でもできると思います。これよくあの社長さんがこの番組に出るんですけど、はい、よくこのみんないますお、じゃあ俺もちょっと社長の器がついてきたかないやそれはないと思うんですけど一応なんかこの家族だったり、うん、周りの人たちを大事にしなさいみたいなそうそうことを社訓にしてる人も結構あ、そうなんだいるので、うん、まあね、まあ、お父さんとちょっと仲悪いけどな今俺どうしようか大丈夫大丈夫カットしなくて大丈夫ですか。大丈夫大丈夫、まあ、うん、本当にそれだと思います、うん、その3つさえ守っていれば、ね、営業にも生かされますもんね。そうそうそう、うん、あとビビらず、もう一番だけで言いたいのはこのあれです、もうちっちゃく始める、とりあえず始める、始めることからまずはちょっとなんかそうこの3つの何かを始めてもらえればもう問題ないです。そうですね、スタートダッシュしないと走れない。そうそうそう、まあそんな感じでね。それです。それですか、はいはい、ということで最後にじゃあまた宣伝、はい、して終わりましょうか。はい、そしたら一応 Facebook とか、うん、まあ、Yahoo とかでも調べたら出ると思うんですけど、宮古島一泊目っていう風に検索すると出てくるので見てもらいたいのと、でルート390っていう、390は数字なんですけどそれも出てくると思うので、まあ、各種 SNS のページもありますので、うん、時間あってなんか言ってたなと思ったら調べてみてください、はい、あと番組も、あ、そうか、まあ、番組、はい、いいですか。まあ月曜日、いやだけどそれ面白いから、うん、月曜日21時からさっきも言ったんですけど初めて君と喋ったっていう番組をやってるんで、もう全然こんな真面目な感じでもないですし、そ
そうですね、はい、ふざけた感じなんです、はい、こいつなあいつがこんなこと言ってたのかって思うぐらいかもしれないですけど、まあそれはプライベートの楽しい感じなんで、はい、もしよかったら見てください、まあうん、そしてまたなんかこの何で検索すればよかったっけみたいなのがあったらこの番組にねメールしてもらったり FM ギノワンにお問い合わせしてもらったら、はい、はい、あと個人的にあの仲良くなりたいとかいう人いれば、うん、あのイラミナショーで検索してみてくださいあの Facebook とか Instagram とかお願いします、はい、ということでね、そろそろお時間になりましたので今日のトップインタビューはここまでです。リスナーの皆さん、またですね来週は生放送でやりますので呼んでほしいゲストさんや取り上げてほしいお仕事、珍しい職業などですねありましたら FM ギノワンまでメール、お電話くださいということで、お相手は FM ギノワンスタッフさっこと南野翔でした。はい、それではまた来週この時間にお会いしましょう。さよなら。ありがとうございます。バイバイ。犬曲いらない。26分切れんじゃん。売ってるな。しかも11時もあそこ11時か、うん、あ天才だ。最初うわ何これ最初からミスってるしと思ったら、そっか11時の放送なんだ。